はいどうも、飛距離さんボナトプレ選抜ミストです。本日ですね、久々にパワープロ2018をやっていきたいと思います。今日ですね、アップデートで、パワーフェスに三船ドルフィンズだったり、メジャーチームをね、ショップで購入できたり、なんかね、報道ステーションであるあつ森のね、なんかフレーズが出るみたいな、そんな、アップデートがね多々あったので、まあね、もちろん先週球団のアップデートもあったので、まあそれを早速堪能していこうという動画でございます。でまず1回目はこちら、1回目っていうか今日の動画はこちら、三船ドルフィンズ。さあ、ついにパワーフェスで来ましたね。こちらをと戦っていきたいと思います。三船ドルフィンズ、いやー出てよかった。出なく結構ね、2回くらいね、リセマラして出なかったんで、このレア度、出現率が結構低いのかなと思ったんですけど、まあそんなこともなかったですね。さあ、小学生でしかも初心者。どんな能力なんですかね。おー、この2人が、あともずくちゃんかな。さあ、仲間にして使ってみたいってのもありますね。1回戦で固定出てくるみたいなんで、まあそこまで強くはないのかなと。は思いますけどね。まあちょっと油断はできないんで。まあできれば3人獲得しやすいものが来て、まあまあまあって感じかな。ホームランじゃなくてよかったですね。1回戦だとホームランするの結構難しいんで。で今回はカミラをマネージャーに連れてってまして、助っ人にひまわり、ライゴ、一条、ハッチって感じですね。なので1番固定なので1番を自分にして、あとは強打者を並べていくと、こんなんでいいか。はい、おさくらが3番ってすげえな、やばい。打力が気になる。ヒカルのバッティング能力も高そうですからね。ちょっと見ていきましょうか。いやー、これは楽しみ。メジャーファンとしてはね、最高ですね。まあ、メジャーセカンドももちろん、読破してますので、登場シーンも見ていきましょう。さあ、てか、まずね、パワープロ2018が久々すぎてね、ちょっとさっきね、慣れるために、一試合プレイしてまいりました。さあ、来た。大悟、光、もずくちゃんが出てないんだけど、まあいいか。さあ、ここサムネでございます。行きますか。まあ一応ね、達人の守りでやってるんで、カーソルは出てきませんと。さあ、守備じゃないスコアですね。大悟、おお、粘り打ち、バント送球ですね。キャッチャー丸はないんだ。はい、まあ能力はこんな感じでございますと。でさくら、一応ピッチャーで能力は、まあ、大悟よりミート力があるって感じですね。なるほど。まあね、中学生になるとね、変化球も覚えたり覚醒するね、さくらですね。球速80キロやばいな。あ、でもこいつがピッチャーじゃないのか。ピッチャーはヒカルですね。さあ、小学生なのに120キロを投げて伸びもついててチェンジアップもあると、意外と厄介だぞ。うわ、能力高っ。小学生ですからね、これ。ちなみに。はい。おかしいな。ひまわりとか能力で負けてる気がするんですけどね。はい。選球眼もあると。はい。よし。じゃあ、戦っていこう。まあ、投球操作は、しっかりと抑えていきたいが、ボテボテの当たりをライゴの肩で刺せず。さあ、大悟、バントしてこないですね。あ、身長がちっちゃい、なんか。ミートカーソルというか、投球のゾーンもちっちゃくなってますね。さあ、粘り打ちを受けていくが見逃し三振。さあ、キュートなだけの女子じゃない。シュワな打撃は大人顔負け。意外に速い、その足も武器です。そうなんだ、足速いんだ。そうだったっけ。初球はさたら、ここはきっちりと送らせず、させず。いや、ヒカルと戦いたかったな。さあ、なぜか小学生のチームだけど身長がでかいですね、モブは。さあ、ヒカル、
野球を始めてまだわずか。それでも光る素質の片鱗、その肩は父親譲りか。マウンドには佐藤光。よし、ということで熱盛さんの実況も絶好調ですね。うわ、おっそ、そっか、120キロも遅い方だからな。投げました。うわー、これ合わねえわ。追い込まれました。次はどう攻めるか。ストレート来るか。おー、危ねえ。今のでも早いのか。やばい、これ桜が登板したら絶望だぞ。ちょっと俺引かれてよかった。うわー、それでもダメか。まあちょっと能力値がね低いんでね、まあしょうがないですけど、でも捉えたと思ったんだけどな。これな、さっき練習してきたって言いましたけど、練習のしてきた意味ないですね。こんな遅い球投げるピッチャーいなかったし。チェンジアップしかないんだこれ。くそ、まあ、野球センスは誰よりもあるさくらですからね。まあ、ライオはさすがに打たせてもらいますよ。こいつで打てなかったら誰でも打てない。外れた。これは完全にボールです。ダメ？マジか。ちょっと待って、こんな打てないと思わなかった。これでスリーアウトチェンジ。打席には5番バッターが入ります。まずいですね。大悟の実況だけ飛ばしちゃったんだよな。投げました。ストレートはストライク。1回戦なのに苦戦していく。打ちました。一条ボールを掴んだ。はい、0-0で迎える2回です。打席にはやっぱあの3人以外は普通に投球カーソル高いですね。いや、守備が悪い。くー、これでツーアウト。8番バッターが打席に入ります。ボールに勢いがあります。打ちました。よし、まあ無難に打ち取って、さあ点を取らないとね。さあ、かっ飛ばしますよ。投げました。あー、それなんかチェンジアップがちらついてね、手が出なかったわ。投げた。どうやって打つんだろうこれ。まあ、打てるはず。バットを出しません。ボール、カウント2ワン。投げた。あー、くそ、やばすぎる。いまだノーヒット。打席には7番バッター。さあ、モブですね。投げます。なんでなんか下叩いちゃうんだよね。なんで上がるんだろう。これでワンアウト。0-0で迎える3回です。ここは繋いでいこうか。チャンス、やば。取りました。ヒットゼロだぞ。ちょっとさすがに主人公だから打ちます。さあ、1球目初球打った。ボテボテの当たりはファーストゴロ。やばい、打てません。これでスリー。三船ドルフィン。さあ、ちょっと大悟に回したいな。大悟の実況をちょっと見たいんですけど、もう見れないかな。外角低めストライク。打ちました。ファウル。第4球は外れた。ボール。いいコースですが、わずかに外。打った。おっと。これでスリーアウトチェンジ。危ない。5回。さすがに打とう。ちょっと自力で打たず勝つとか論外でしょ。よし。打ちました。初球打ち。あと左中間。遅すぎて打てないと思わなかったな。打席には7番バッター。さあ、リードを広げておきたい。打った。ファウル。目も慣れてきたので、こっからちょっと打たせてもらえず。レフトポジショニング OK。 掴みました。カットマンへ送る。これでワンアウト。8番バッターが打席に入ります。このままどんどん攻めていきたい。なんで合わないかな。あった、あった、打球は宇宙間に上がった。ここはちょっと満塁にして主人公で満塁ホームランしたいと思います。打席には9番。さあ、初球打ちました。超えろ。よし、ヒット。ナッツのホームに向かう。あ、待て、操作がタッチはアウト。だー、久々のブランクで操作をミスっていく。まあいいでしょう。さあ、初球ここで一発すれば綺麗さっぱり。もうさっきから打ち取れてるね。チェンジアップ打ちたい。投げました。よし、
リベンジアゲイン。それでは先ほどの得点シーン、OK でしょう。これで飛ばすかな。さあ、さくらの登板見たかったけどな。お前らも遅いんか。このチーム厄介だぞ。いやこれ光より厄介かもしんない。ちょっとねこのチームね結構普通の高校と戦った後だとマジで打てないですね。おっと、何としても得点を上げたい9回です。打席には代打が入ります。あら、これはセカンド正面、ボールを掴んだ。はい、というわけでドルフィンズには無事勝利したと。レベル10の能力もみんなの能力気になりますよね。はい、負けちゃったけど野球の奥深さまだまだ知りたくなったよ、ついていっていろいろ勉強させてもらうからねと。技術精神で、佐藤光、僕たちの試合ぐらいで一気一憂しちゃうなんてちょっと冷静さが足りないよと。でも僕もまだ大悟くんと一緒に試合に出られたら楽しいなって思ってるんだ、これからもよろしくねと。はい、筋力敏捷、私ドルフィンズのみんなの役に立てなかった、このどこかで光の選手に悪いって思ってた。でもそんな後ろめたい気持ちはもう捨てる、自分のことしか考えない消極的な気持ちは捨てて今度こそチームのために貢献しなくちゃと。敏捷技術、ポイントは結構悪くないですね。いやー、まあ楽しいですね、やっぱり原作が再現されてると言いますか。さくらは野球初心者なんですけどね、あのドルフィンズの元からいたねチームメイトよりもセンスがあるということでね、スタメンで使われてるって機会が多かったですからね。おっと、いきなりコンボ、え、さすがにドルフィンズたちじゃないよね、誰だ。おっと、まさかの偶然ハッチと一条のコンボを目撃していく。そうなんだ、筋肉コンボですね、プロテインコンボかな。おお、クソまずいプロテイン、能力ダウンしそうだけど大丈夫。うまいんかーい、カモンマッスル体操ってなんやねん。筋力40、技術30、精神20、パワーのコツ、総力のコツ、弁殺がついた、弁殺削れる。なんだよこのコンボ、シュート急速、そんな強くねえし、変わったわ。はい、ありがとうございます。というわけでね、次はメジャーチームをねちょっと購入してプレイしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ドルフィンズ結構厄介でしたね、はい、まあ、初見殺しっていうのもありましたけど、あそこまで打てないとは思いませんでした。というわけで今回の動画は以上としたいと思います。ぜひねチャンネル登録高評価などお願いいたします。まあ、パワプロ2018もねやってないわけではないんでね、はい、これからもプレイしていきたいと思います。では失礼します。 See you.